さあ素晴らしい、ちゃんとしたよやっぱ。あー燃える。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。さあ今回はですね、TPG3F4 を使っていくんですけれども、この事前情報としてはベノムのなんか無課金版みたいだよみたいな感じのことを言われてたんですけども、実際にねちょっと射撃場とかで打った感覚、まさにねまあなんか近いものがあるなとは思いました。ただ初段精度っていうか、ノンスコね、スコープを使わず撃つ精度、それがねベノムよりもはるかに下で、 PGM よりは少し上みたいな感じのねものでした。せっかくねこの武器だのでね、こういう TPG 系っていうのは基本的にはノンスコまっすぐ飛ぶ武器だから、まあ行ってほしかったなと思うんですけどもね、まあ行かないので残念です。まあね、まあそれは置いといて、95.0 基本スコープが一番早いです。精密高倍率スコープっていろいろあるんですけども、基本的には基本スコープ使った方がいいかなと思います。これはベノムのね、あの僕のベノム今 1.5 プラスされてるんですけども、 1.5 引けば 95.0 になるので、本当にね改造なしだったら一緒です。ベノムの改造なし版みたいな感じですよ。ただベノム改造してもこの QC の連射力にはね追いつけないんでね、ここは非常にねいいところだと思います。だから、それを踏まえて実戦でどのぐらい違うか使っていきましょう。さあやっていきましょう。あ腕かゆい、どうしよう。一撃率に関してはねもうほんとめちゃくちゃ高いです。てかほぼ一発です。わからん、見えなかった。ただ覗く速度、それがね少しだけ遅い。ノンスコもまっすぐ飛びません。あーでも間に合わない武器なので、覗いてたらね近距離は、だから撃つ価値はあると思います。間に合わなくて死ぬぐらいだったら撃って死んだ方がね、ほら遅い。いつもの感覚でやってしまうとこんだけズレがあるんだよね。いやほんとね 1.5 の差ってねめちゃくちゃでかいんですよ。さあ来ないかな、来てくれ頼む、当てるから。その覗くの遅い分ちゃんと考慮してね撃たないといけないよーってことですね。おっ、しまってあの女スキンどうした、めちゃくちゃ棒立ちしたぜ。あー遅いいやーこれはしょうがないよね、ほんと慣れてけってことだ。昔はこれよりも遅いの使ってたのか、これね。今に始まったことじゃないよ。やばい、感覚早く撃った。前方に手榴弾。さあ素晴らしい、ちゃんとしたよやっぱ。あー燃える。怖かった、めっちゃ怖かった、いろいろ怖かった今。外れております。おお、やべやべ、やられちまった。手榴弾投擲。あ、いた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 、後ろやたら死なねえなと思ったらそういうことだったんだね。あのグッティじゃ死なないね、すぐやね。割とチャンスはあった。おー見えない、マジで。毎回ここに置こうとすると絶対誰かしら被るって、こんな攻めマップだね、しょうがないんだけど。オーマイガー。さあもう中盤、あーまた俺がねキルする前にこれ終わりそうですよ。最近多いんですよこういうの、やめてくれよ。あー終わってしまった、当たってたし、まったくもう。ちょっと始まるまでね暇なんでね、この回転率見てください。
ちゃくちゃ速いよね。この回転率はすごいと思いません？まあ強いかどうかは別としてね。何個飛んでくるか見てみましょう。まあ3個ぐらい来んのか。12。でこの間もあれだったな、ストーンテンプルやったな。そういえば個人的にはね DS とか動画でやりたいなと思うんですよ。てかすごい行ってない、行ってない、すごい行ってない。あ、撃ちたい。来るかな。俺は進まないけどね。味方が行くなら行きましょう。ああ無理だったか。あ、素晴らしい。後ろ来れないようにしていきましょうか。お、何もやることない。ただダメージもらっただけ。てか機動力確か結構高かったね。あんまちょっとよく見てなかったんだけども、機動性のあたり、機動力高いスナイパーだったらいいなと思うんですよ。上下どっちか来るかな。さあ帰りましょう。帰れー、逃げろー。音が非常に気持ちいい音しますね。ほんと味方見てるんで見てあげましょう。うん、惜しい。味方大丈夫。前に主流だ。ここはしっかり落とします。ちょっと練っておきましょう。あとはね、付き合う必要もないんでね。おっと、センター撃ってきました。今家入りするか。そしたらまあいっか。ホチホチ。上かな。うん、下でしたね。上だと思ったよ。壁抜きになった。 87.8 なので、ほんとベノムとダメージ一緒っすね。壁抜きのダメージ大体こんなもんなんで、ベノムはいい武器だと思いますよ。ほんと帰りましょう。なんだかんだ帰ってこれるっていうね。ちょっとねマジまぐれ。あー、内側守るか。来るべな。しっかり頭入れていきましょう。こんだけやってたらいいでしょう。あと2側だね。味方に命中した。あーだだだ。オーマイガー。あ、そこは入ってんのか。ごめんよ。さああと1ラウンドは欲しいところ。こっちから衝撃力さえ入んねえな。ネコスがね、あの位置だと負けちゃうっていうか、死んじゃう。ここだったらいいんじゃないか。ネコス行くか。俺は引かないとダメだ。死んでまう。マジ強いな。さあ敵がね見えないんですよ。いや、まあセンターを押さえた方がいいのは間違いないか。いた、スナイパー。さあ落とされてしまった。おわ、やられた。さあどうしましょうか。センター、まあセンターというかこっち側をねうまく
目標地点への偵察支援を要請する。敵を倒した。おぶねえ、怖え。あ、めっちゃ来んじゃん。リロード中だ。敵の手榴弾。手榴弾投擲。リボタン。ん？おっと。手榴弾投擲。そこ上、マジ来ちゃったか。うまくね、サンサロに入られてしまっていたので、まあなんとか阻止したいけども、いけるかな。目標地点の偵察を要請する。お、味方強。行くわ。シュリュー。あ、これです。わけわかんないです。さあ、ここまで取ったよと。あとはそこでだよ。ナイス。マガジンチェンジ。C4 なんて関係ねえぜって、殲滅だぞ俺らはっていう感じのスタイルでしたね。非常にイケイケ。目標地点への偵察支援を要請する。さあ、突っ込んでったけども、ちゃんとね、押し置きが待ってたね。前方に手榴弾。さすがにやらせないよっていう。そう、何度も何度も。リロード。まあ、確実にね、仕留めていきたいが、さあ後ろ側でワン確定しました。手榴弾投擲。さあ、ここで置いとくと、お前が、ナイス、助かりました。お疲れ様。そろそろね、もう一回サンサロ入ってくると思うんだよね。てか、どうでもいいけどさ、あのサンサロって読めないね。最初はね。これのせいだ、今。謎のパイプに殺されかけた。オーマイガー、撃った場所は当たってるけど、ちょっと脇ぐらいだったかな。さあ、なんだかんだいい勝負しております。開幕めちゃくちゃ痛かったね。手榴弾投擲。手榴弾投擲。マジか、抜けたね。これ二人で構えてれば、まあ、なんとかなるでしょ。こういう感じ。さあ、うまい。手榴弾投擲。あ、なんか燃えたぞ。なんか燃えたぞ。そうだな、シフの方行こうか、とりあえずは。もうね、人数差勝ってるんで、無駄にね、なんか適当にそんな、リスクを負う必要性もそんなないかなと思うので。で、入ってくるでしょ。おそらく。来ないか。勝負してくるかなと思ったけど。爆弾が設置された。ラスト1赤点でございます。さすがに味方倒すかな。あら、うまい。全然違うとこ見てたね。はい、 TPG3A4 使いました。過去のね、 TPG の中ではね、無料でもらえる武器としては最高のものだと思いますね。しかしながら、やっぱり覗く速度が遅い。今のこのアバの環境だと、どうしてもこれはね、ちょっとしょぼいかなと思います。確かにね、他の性能は間違いなくいい。スクリプションでも速いし、8発入ってるし、で、機動性も高いし、間違いなくいいんですけど、やっぱ覗く速度最低でも今96は欲しい時代なので、
95.0 ってのは少し遅いかなっていう感じがします。ジェパートと一緒なんですよね。なのでここら辺少しね変わってくれたらいいなと思いますね。てか改造させてあげてもいいんじゃないですかと思う。ビチャズだってね、ああやって無料で手に入れたやつ改造できたんだから、まあ、そのうちなんかそう実装してくれたらいいなと思いますね、まあ、今後に期待ということでね。あ、だから無料でもらえる武器としては非常にいい武器だと思いましたね。またこういう武器期待してますのでね、よろしくお願いいたします。お疲れ様です。